今日は牛肉の柳川風をご紹介します。牛肉とささがきごぼうを甘辛く煮て卵でとじた料理です。まずごぼうをささがきごぼうにします。酢水を準備します。水の中に酢を大さじ1杯程度入れてください。ではごぼうをささがきしていきます。ごぼうに縦に切れ目を4本から5本ぐらい入れてください。でこういうふうに持っていただいて、こういうふうに削っていきます。ごぼうを少しずつ回しながらやってていただくと均等にささがきができます。切り目なくなってきたらまた入れてください。これぐらいですね、短くなってきますとこうやってやってると手切る可能性がありますので、ここまでいきましたら同じぐらいの、ね、大きさに切っていただいたら大丈夫です。アク止めをしないとですね、ごぼうの方が色が変わってきてですね、黒く変色しますので酢水につけるようにしてください。次に玉ねぎをスライスしていきます。芯は取ってあげてからスライスしてください。火の通り加減を考えて少し薄めに切ってもらった方がいいです。次にネギを斜め切りにしていきます。こちらもあまり厚く切らないようにしてください。次に三つ葉を3センチ長さに切っていきます。葉っぱの部分は少し細かく切ってもらっても大丈夫です。ごぼうの方ですけども、今から水を切っていきます。それでは今からだしの方を作っていきます。少し広めの鍋を使ってもらった方が、最後卵を入れた時にですね、卵の厚みが出ませんので卵に火が通りやすくなります。それではまず水を入れます。次に顆粒だし入れます。次お砂糖です。醤油です。みりんです。でこの中にごぼうを入れていきます。ごぼうは根のものですので、根のものは水から入れるっていう決まりがあります。それでは火をつけます。少し砂糖とかを溶かしてあげてください。あまり強すぎますとすぐに沸騰してしまって、ごぼうの方が硬いままですので、中火ぐらいでやってもらった方がいいと思います。本来ですね、柳川っていうのはですね、土壌とささがきごぼうを使った料理なんですけども、今日はですね、土壌の代わりに牛肉を使っているので柳川風っていう名前になっています。で、柳川の名前の由来としましては、ささがきごぼうの形が柳の葉っぱに似ていることから柳川鍋になったという説もあります。それでは沸いてきましたので牛肉を入れていきます。入れてから箸でほぐしていきます。肉の色が少し茶色くなってきたらいいぐらいです。煮ていくとどうしてもですね、少しアクが出ますので、アクの方を作ってあげてください。だいたいアクが透けました。次野菜を入れていきます。玉ねぎ入れます。で少し手でほぐしながら入れてあげてください。で次ネギです。玉ねぎが少し透明になってくるぐらいと、ネギが少しですね、柔らかくなってくるぐらいまでですね、くたくたにしすぎますと食感がなくなってしまいますので、ごぼうもありますけども、玉ねぎとかネギの食感もあった方が美味しいと思います。玉ねぎの方は火を入れることで甘みも出ますので、水分だけなくならないように火の調節だけしてください。では今煮ているうちに卵の方をほぐしていきたいと思います。卵は箸でいいので切ってほしいんですけども、完全に切らずに少し白身が残る程度切ってください。少しね、白身があった方が色映えがいいです。それでは火が入ってきましたので卵を入れていきたいと思います。少し温度を上げておいてください。で箸を伝って少しずつ流し込みます。汁の温度が弱いときに卵を入れますと、卵が固まる前に汁が卵で濁ってしまいますので、沸騰しているところに卵を入れてください。じゃあ卵が固まってきましたので、少し半熟状で止めてください。
こちらを器に盛り付けて上に水を乗せて完成です。これで牛肉の柳川風の完成です。ご飯の上に乗せて丼にしたり、うどんと一緒に煮込んで鍋焼きうどんにしてアレンジしてもらっても美味しいです。ぜひお試しください。